今ジムに到着しました。今から足トレやっていきたいと思います。この後ね、美味しいものを食べに行きますので、まあ、がっつりね足トレやってキングリ高原枯渇させていきたいと思います。行ってきます。ご注意ください。よっしゃ。お天気いいね。スイーツ日和ですわ。スイーツ日和。お疲れ様です。さあ、食いよっか。行きます。桜いいっすね。なんか食欲が増す。すごいなんか雰囲気がある感じ。なんかいいね、こういうのリフレッシュされますね、日頃の疲れが。よし食べるぞ。ロールケーキと抹茶のタルトだ。抹茶フロマージュとイチゴロールとショコラ。いただきます。うまっ。バームクーヘンうまっ。バッチリの代わりしております。一皿目よりも豪勢。うまっ。うん、チャラチャラ焼きたてのキッシュ。いやね、この甘いのの中で貴重な塩気。いただきます。もう、もうやうまい。美味しかったね。久しぶりに甘いものでお腹が満たされるっていうこの幸せ。人生初のケーキバイキング、スイーツビュッフェ。
やーでもねもうなんか血糖値の上がりでこうちょっと満足したけどもうちょっとなんか次の食べ物のことを考え始めるね。次は絶景を見ながらまた何か食べようかなと。よし、ちょっと次の目的地に行ってきます。琵琶湖大橋でございます。綺麗だね、日がね照らされてる。さすがにもやめとこうか。やばくない？濃厚ウニ混ぜそばに。あ、でも濃厚エビ明太子。濃厚ウニ混ぜそばってやばいよ。頼もうか。頼まざるを得ない。ウニクリームコロッケ。頼まざるを得ない。いただきたいと思います。うまい、とろける。塩味って美味しい。うま。すごいな、来たよ。ウニの混ぜそば。馬刺し、しらすと、エビ、ちょっと悪いんやけど、ウニクリームコロッケ、危ねえ。ようやく味わえた。うまい。あ、このドローンと中にこのウニがね、後で入ってくるわ。ウニって感じじゃないけど。ごちそうです。トータルで17皿ぐらいと、混ぜそばと大皿、20何皿ぐらい。まあ、全然まだ腹5分目ぐらい。なんですが、ちょっと今日は炭水化物も完全に消化してるので、なんか美味しくね。食べれる範囲ってのはね、お腹いっぱいじゃないから、これで一旦打ち切ります。はい、帰ります。よし、帰ろう。はい、というわけで、今帰宅しました。今日ね、一日ここまでお付き合いいただきましてありがとうございます。足トレをした後のチートデイみたいな感じで、月にね、スイーツ食べてお寿司食べてというような一日でございました。まあね、ほんと久しぶりの好きなものっていう形だったので、まあ、今後もね、普段は節制をして、で、まあ、週に今1回とか、休みの日とかにリフレッシュとして、好きなものを食べるっていうような感じで今後はやっていきたいと思います。あまりね、これを毎日続けてしまうと、やっぱり体のコンディションも落ちてしまって、トレーニングの質も落ちてしまって、そしてまあ余計な、ね、脂肪がついてしまうということになるので、まあ、普段の節制があるからこそ、まあ、今日ね、めちゃくちゃ楽しかったっていうところもあるんで、まあ、自分なりのね、ルールは大切にしながら、今後も過ごしていきたいと思います。こうやって週一でまたね、いろんなところに行ってみたいなと思うので、
あんまり需要ないかもしれないんですけど、何かね、こういうのを食べてるの見たいとか、何かもしご希望ございましたら、ぜひコメントとかで教えてもらえると、気になったものはね、それ食べに行きたいなと思ってます。個人的には全然まだラーメンを一回も食べてないんで、ラーメンを食べたい、あとカツカレー食べたい、とんかつが食べたい、あとミスドの食べ放題に行きたい、富士屋の食べ放題に行きたい、まあいろいろまた食べたいリストは消化全然しきれてないんですけど、まあ今後のね、オフを楽しみつつ、日々頑張っていきたいと思います。はい、というわけで今回の動画以上にしたいと思います。ここまでご視聴いただきましてありがとうございます。この動画が楽しいなと思いましたら、ぜひ高評価ボタンとチャンネル登録、まだまだチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。Gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo, you gotta take it.